ムッシュムラムラって感じで振りますムッシュムラムラ今日はドライバーのクラブの下ろし方を完全にマスターしてもらいたいと、そういう動画になっております90ギリゴルフレッスン TV 今日は高円寺ゴルフ、高円寺駅前ゴルフスタジオさんよりお送りしておりますこれからレッスンなのにさっき間違えてですねスタミナニンニク丼を食べてしまって 黒レッツでごまかそうとしているブンブン鈴木ですこのチャンネルはですねなんとなくそうしろって聞いたことあるんだけどよくわからない、できないということをですね実際にできるようになってもらうためのチャンネルですで今回のテーマですねクラブをどう下ろせばいいのかというところですね下ろし方がわからないというねよくクラブは勝手に降りてくるとかまあ真下に下ろせとかまあいろいろあると思うんですけれどもそれは段階を踏んで 今回マスターしていくという動画になっておりますなのでまず最初これやってください次これそうすると勝手に降りてきますよとかね下ろさないイメージでも振れますよとか真、まあ、下に下ろせるようになりますよという動画になっておりますでこれをマスターするとまあ強い球が打てるということとまあ方向性が安定してくるということですね大きなこうスライスしたりとか大曲がりが減ってくるという動画ですねまあ飛距離もえかなりマスターしたら相当伸びるんじゃないかなと。 いう動画になっておりますそれではやっていきたいと思いますまずステップ1ですねクラブを下ろすときにどう下ろせばいいのかというところですね下ろし方のまず最初のポイントね下ろすということはまあ当然ですけれども腕を使うわけですね腕腕が動いてきますじゃあ腕をどう使えばいいかというところですね のの一番最初の話をしていいきたいと思いますでステップ2では右手と左手をどういうふうに使っていけばいいかというところですね、まあ、特に左手のところをお話をしていきますねステップ2では左手で最後ですねステップ3ではですねタイミングというところですこれは クラブを下ろすときどんな意識になるのか、じゃあ下半身とはどういう関係になるのか、ね、下半身リードとか言います。下半身と手、どういうふうになればいいのか、じゃあ手に力は入った方がいいのか、入らない方がいいのか、いつ力を入れればいいのかというところまでね、今回分かりやすく、そこまで教えてくれるレッスンはなかなかないと思いますので、今回そのね、下ろし方のタイミングというところまで理解していくという動画になっておりますので、一緒に頑張っていきましょう。まずじゃあステップ1からいきたいと思います。ね、ステップ1 まず、クラブを下ろすときに、一番考えなきゃいけないこと。一番考えなきゃいけないこと。これは、ヘッドが走る。ヘッド、クラブのヘッドがボールに向かって勢いよく走っていく。そのために、クラブを下ろしてくるということですね。なんで、腕を使う。腕を使う。体を使う。全部は、このヘッドがボールに向かって勢いよく走っていく。 とといいううのが重要だということですね。ボールのところにヘッドがこうビューンと走っていく走っていくこれができるというのが非常に重要ですでこの走らせるっていうのは結構難しくてなかなか走ってこないんですよねで走ってこないので無理やり走らせようとして手首を早く使ってボールに当てにいくとか体が突っ込んで走ってってくれないので体ごと当ててって打とうとしてしまうと。 いうことが起きてくるわけですねこれただヘッドが走るという感覚がクラブを下ろす時に一番大事ですよということですね。でヘッドの走らせ方が分かってくるとすんごいゴルフが楽になってくると楽にこう振ってもスピードが上がるという感覚が分かってきますのでねこう構えて振り上げてヘッドを走らせる感覚があるとここでね楽にね打てるようになってきます。 ちょっと僕インドアの練習場に慣れてないのでなんかドキドキしますね。はい、ということでございますと。はい、で、えー、何を言いたかったんでしたっけそう、なので、じゃあ走らせ方ってどういうふうにやればいいかというところをね、一個一個覚えていきましょう。はい、まず、ね、右手からいきます。右手、ね、右手。で、クラブはこんな感じで逆さまに持ってください、ね。持ってください。で、まずはこの先端がビュンってなると。 といいうのが最初に覚えてほしいことですね先端ヘッドですね今で言うと逆さまに持っているのでこれがヘッドということになりますのでこの先端がビュッと鳴らせるかというのが最初の重要なポイントになりますなのでまず逆さまで持って右手でこうクラブをね逆さまで持って振ってみましょうねはいでより詳しい方法はですね、えー、解説した動画がありますのでこちらの動画ですね 上でもクイックすれば出ると思いますのでそちらを見てみてください。はい、でこれ重要なポイントねこれが速くなれば基本的には OK このビュンっていう音が強くなれば正解ですで重要なポイントはこの腕腕です腕,腕を少しこう縦にねスイカ割りの勢いこのスイカ割りの勢いを利用できると簡単にスピードが上がります。 この動きを結構知らない人この感覚がわからないっていう人が結構多くてそうすると何が起こるかっていうとこう振りたくなるんですよ手首だけで振っちゃいたくなるヘッド走らせろって言われると手首でこうやってやることばっか考えてしまうというのが結構あるんじゃないかなと思います腕が使えてで腕って言ってもこう振りたくなるんです今度は横に振りたくなるでこれではスピードが大して上がらないんで縦に振ってスピードが上がると。 いうのがものすごい大事なんですね。なんでまずこの感覚をつかんでいきます。ね。で、これはすごい簡単な方法があります。まず、スイカ割りの練習からしていきます。まあ、縦に振りますので、こんな感じで、体の前に肘を置いて、こんな感じですね。はい。これだけほんとスピード上がりますからね。こう上げて、肘を下ろす練習。ね。あの、先日ウームゴルフさんにね、出演した時もこの話をしましたけれども、肘を下ろす。 そうするとスピードが上がります。まあなんか下にねなんか叩くものを布団でも置いておいて、布団叩くような感じでいいです。布団叩きで地面にある布団を叩くようなイメージで、追加割をします。ビュンビュンと振ります。ビュンビュンと振ります。いいですか。はい。これがまず最初。で今度はこれでこれじゃ打てないので、ここから体が右に回転して右側のところで肘を下ろすようにして振ります。 右側で肘を下ろすようにして振るこんな感覚になりますいいですかここからチチチと体が回ってここで肘を下ろすようにして振ります振りますこれがまず最初のポイントねで肘が下りてそれからビュンって音が鳴ってきます肘が下りてビュンって音が鳴りますはい OK、ですか。これがまず最初に重要な動き腕を使ってヘッドが走りますよと腕を特に縦に使ってヘッドがビュンってできますよということをまず覚えますそうすると腕が下に下ろす感覚が少し出てきますねいきなり打ちに行かないで腕を下ろすという感覚が出てきますからまず最初にそれを覚えますで今度は次ね次まだステップ1の次ですよ第2段階今度ゴルフで難しいのは結構このまま肘を下ろした時にときに こここに来ちゃうううよよっていい人がいますそれはそうですそそでねこのままこう振ってて次こっち向いてるんで本当はこうなっちゃうはず、ね。でもこれ無意識に僕なんか前の方こううまく下ろしてるんですけどここがよくわからないという現象が起きてきます。これをを次に解決をしていきます今度やることはですね肘がここにあって肘を下ろしながらこの頭でここを叩くこれ難しいですよ。 肘を下ろしながら前を叩くでなんで前叩くかっていうとボールが自分よりも前側にあるからここにボールがあればここに下ろせばいいんだけど肘をねまっすぐ下ろせばいいんだけど前にあるボールを打たなきゃいけない肘を縦に下ろしつつ前にあるボールを打たなきゃいけないでこの感覚を覚えていきます。でこれを覚えるにはちょっとだけ肘をまず脇を開けます。ちょっと脇を開ける。で脇を戻す。 で脇を開けたにクラブがちょっとこっちに行きます。で脇を締める。そうするとクラブのヘッドが後ろ側に来ますから後ろに来たらその勢いでこの前に持ってくる。ちょっと脇を開けてこっち方向に開けて締めながら前を叩くはく、い。この位置から脇を少し開けて戻しながら前を叩く。この練習をします。いいですか。そうすると肘を下ろ,す力下ろした時に まっすぐこのまま下ろすだけだとスピード上げづらいあの前にヘッドが出ていきづらいんですけどちょっとだけ開けるとこのヘッドが前側に行きますこの動きが実はすごく重要ちょっとだけ、ね、でちょっとだけこの脇が開いて締める動きが必要でもこれ確かに開きすぎると格好悪いよねとかいろんな問題があるんですけどもでもちょっと開くっていうのはすごい重要、ね、でかっこよくできるようになってきたらこの位置から今の 力を利用できるとまあ、さらにかっこよくはなるんですけどで、まず覚えるにはちょっとこう。脇を開けてやると覚えやすいので、ちょっと開けといて締めながらビュンと振る。締めながらビュンと振る。そうするとクラブを。前側に振るという感覚が分かってきます。ね、前に向かってここじゃなくて腕は下なんだけど、ヘッドが前っていう感じが分かってきます。 なんであのムッシュムラムラって感じですねこのダチョウクラブのビッと脇を締める感じで少し空いた脇を締めるとヘッドが前にいく感じになりますこれをまず覚えますちょっと同じ話何回もしてくどいですけれどもこれが分かるとね腕を縦に下ろしつつ前に向かってヘッドを走らせるという感覚が身についてきますこれがものすごい重要でこれ右手が結構使えるのが重要なポイントになりますからね で、えっと、これについてここにちょっとこの詳しい右手の動きを解説した動画があるのでこのねトントンしながらやりましょうというのでこう右手と左手を離しておいてこういうふうに右手を使ってこういうふうにしてね練習する方法がありますので右手を使ってこのクラブを前に腕を下に下ろしながらヘッドを前に持っていくと。 いう感覚がわかりますでこれは何どういうことを皆さん悩んでるかっていうと、ね、下腕を下に下ろしたらボールに当たんないよっていう悩みが解決します腕を下に下ろしてもヘッドがボールに向かっていってくれるのでちゃんと当たるという状態ができますので、ね、この練習をしてくださいと、ね、で覚えるには右手と左手を離してトップまで行ってで右手をこう下ろすんですこうやって、ね、ちょっと脇を開けてさっきの締める感じムッシュムラムラの感じでムッシュムラムラって。 ムッシュムラムラって感じね。こういう感じで振ると肘を下に脇を締める力を利用してヘッドが走る。しかもヘッドが少し前方向に走ってくるという感覚がわかってきますね。ムッシュムラムラ打法。これをね覚えていきましょうね。はい。 でではですね、今度ステップ2に行きたいいと思います。今度はえじゃあどういうふうに下ろせばいいかというところの左手辺というところですね。左手辺ね左手手こっちが実はすごく難しいので、まあ、あんまり意識しないで下にちょっと落とすだけの感覚がいいですよという話をいつもしておりますと。ででも実際には左手もこっから下に下ろしつつ前のものを 叩くというチャレンジをできればしたいわけですけど、まあ、これはかなり難しいとではまずどうすればいいかとまず左手の動きとしては左手はトップの位置から下おへその向かって手は下りてきますおへそを叩くような感覚で下りてきます真下真下かつおへそってことは真下かつ自分の中心に向かって手は下りてきます自分の中心に向かって下りてくるこれが左手の動きになります 左手の動きになります。自分の中心に向かって降りてくるでこれ結け落とせばいいのか力を入れればいいのかというところの議論が結構あります。で実際には起きる現象としては一瞬落としてそこから力を入れて自分の方にちょっと力を入れてビュンとさせるっていうのが理想ですが結構難しいので、まあ、左手はちょっと落とすだけぐらいのイメージの方が いいいいでですすすよととう,うに表現することが多いですじゃあちょっと今日は少しね余談ということでこのね自分の方に引きつけてスピードを上げるというところにねちょっとチャレンジをしていきたいなと思います。ねねちょょっと難しししいいいけど、ね、チャレンジしていきましょうはい、でこれポイントはまず左手でもって体を回してバックスイングしてこのトップの位置まで来きますと。ね でこの位置に来たらヘッドは少しこっち側に垂れてる状態左手に力が入ってない状態ラーンとした状態でここから左手を真下に落としつつおへそに向かって手が下りてきますね手が下りてきますその時に今度は左手が左脇がムッシュムラムラになりますでこれを覚えますとでまず正面でいきますよ正面で左脇が空いてるでこう脇を締めるでしょ締めた時にヘッドが上に上がる状態 こういう状態を覚えます。ムッシュ、ムッシュ、ムッシュ。OK? ムッシュ。これを覚えます。これが多くの人が振り下ろすときに脇が開く方に力を使っちゃって逆になっちゃう。ムッシュできなくなっちゃう。で、こっからムッシュ、ムッシュ、ムッシュを練習します。なので、まずはこの状態、右手をこの脇のところに上げて、右腕を締める感じにして、この時にヘッドが上にポンと上がるように。 この動きを練習して、ムッシュ、ムラムラ、ムッシュ、ムラムラ、はい、この感じで、でバックストップではこの状態、左脇が若干開いてます、ね、締めたままいく、でもここで若干開く、そこで一瞬、落としてから脇締める、ムッシュ、でまず最初は締めるところだけいきましょう、はい、締める、締める、ね、この動作をこっち向いてやってるだけですからね、締める。 締める締めるそうでムッシュムッシュムッシュムシュムラムラって感じで振りますムッシュムラムラ,ムッムラ,ムラオッケームッシュムラムラでここでじゃあ落とすってどういうところかというところですけれどもこっからムッシュムラムラやる前に一瞬ふっとふっと重さを感じる瞬間があります そうすると、ね、ちょっと重いものをこうやって持ってやってもらうといいかもしれないですけどこうやって振ると行ってちょっと待ってないと待ってると落ちてくるじゃないですか重いもの持ってると、ね、あの遊園地の乗り物イメージよく言うんですけど遊園地の乗り物でこうバイキングでしたっけ船がこうやって動くやつこれで行って一瞬落ちてくるじゃないですかこの間があるじゃないですかここだけ少し間があって間があって一瞬降ってきてからムッシュムラムラ。 ムッシュムラムラ少しここから脇が空いて間を感じてからムッシュムラムラムッシュムラムラそうすると左手も使ってヘッドが走るかつ前に向かって走ってくるスピードの合げ方ができてきますねこれちょっと難しいのでまずできなかったらまず左手はあんまり決まないで落とすだけぐらいのイメージその方法の動画もありますので えそちら見てやってくださいそれをちょっとまた貼っときますさっき言ったやつかなはいの動画で見れますのでやってみてくださいというところですねはいさあ次あここまでオッケーですかねここまででヘッドが走るという感覚が分かってきましたということですねで多くの人は感じていると思うんですけどそんなことできっこないよねというところですね打つ時にそんなことできっこないんじゃないかなという感じがすると思います。 じゃ、そこを今度は解決していくステップ3になりますね。で、まず今のステップ12でね。クラブの動かし方、腕の動かし方を覚えましょうねと。とね。覚えましょうとで、それで覚えられたらね。覚えられました。と、そうしたら今度はね。そういう意識を一旦捨てていきます。一旦捨てていきます。なぜかというと。 ゴルフのスイングで一番大事なのはこの振り上げて間を取って力を入れ始めるタイミングというのが一番大事なところになります。でここはなかなか触れてもグッグッグッ動画ではねちょっと理解しづらい場所でもちょっとね今回お伝えしようということでチャレンジしていきますのでちょっと難しいですが。 えついいててきてくださいとちょっとなんとなく分かりづらいなってはっきりしてないなっていう感じがしますがそれで良いと思ってくださいまず、えー、トップまで行った状態、まあ、さっきまでの練習で腕を使ってヘッドが走らせられるという状態ができましたとでトップまで行きますね突破で行くでここで打ちに行く瞬間に一番大事なことは 手を下ろさないとといいうことですね手を下ろさない、まあ、実際降りるんですけど下ろさなないい意識というのが非常にに重要になりますまあよく手を上に置いてこいなんていうふうに表現をしたことが、ね、表現を聞いたことある人もいるんじゃないかなと思うんだけれどもトップまでいったら手を上に置いといて少し下半身で振りにく踏み込む動作を入れていきます。ね、いいですか これが重要なんでさっきの重いので言ってブランブランといってトップで間がある間間がある間っていうのはクラブが重さで降りようとしてきます降りようとしてくるところで体も回転したくなるところで腕をとにかく下ろさないように上に残します上に残す意識でこの上に残す意識だと残している意識の間にちょっとクラブが 下か後ろ方向に勝手に下に落ちてきますこれをトップの状態から下ろそうとしてしまうとこれが実はうまくいかないと上に残しておく残しておいた方が下りるし、えっと、ヘッドをうまく走らせられるということですねでん、まあ、でかっていうところはですねちょっとだけ説明しておきますでこれが何でかっていうとここで自分から早く下ろしてきてしまうと ただ降りてるだけで、ヘッドが走らせられてない状態になるんですよ。ただ降りちゃうだけ。そう、ここからヘッドが走らせられない。でも腕を残して切り返すと。ちょっとだけ手が降りる。でもここから腕を下ろす力、下に下ろす力、引きつける力全部を使って。スピードを上げることができる。ここ途中で早く手が降りてきてしまうと。もうボールに向かっ、手がもう降りてきちゃってるので、ここからスピードを上げるの結構難しいんですね。 なんでヘッドが走らないので、腕が残れば残るほど、腕が上に残れば残るほど、こっから力を入れられるので、ヘッドがどんどん走っていく。ここに実は難しさがあるんですね。手が上に残っていれば残っているほど、ヘッドがこっから勢いついて手を追い越していきます。速くなる。なので、 振り遅れない、まあ、よく振り遅れって聞くんで早く下ろした方がいいと思っちゃうんです振り遅れてると感じるからそうじゃなくて上に手が残れば残るほどヘッドが走ってきてよく僕が言うね手をヘッドが追い越すというスイングができてくるということですねなのでこの感覚を今日は掴んでもらいたいというチャレンジをしていきたいと思いますこれ結構難しいですからねはいいろんなちょっとね3つぐらいパターンを言いますからどれかで 感覚がつ,いい、ね、つかめた時というのはどういうふうになるかというとこの切り返しで少しなんか手を下ろさないようにためる感じにするとその方がなんかすごい触れるなっていう感じヘッドがビューンって走っていく感じがしますでいい意味でこの切り返しで手に力がうまく込められて手の力も利用してなんかスピードが上がっていくっていう感覚がわかります。そこを今回はチャレンジしていいきたいと いいうことですねはい、まずはトップに行った状態で止まりますね目いっぱい体をひねってください目いっぱい体をひねりますでこの状態でジャンプしますジャンプでジャンプするときって地面を蹴る感じになると思いますジャンプを3回でここからジャンプするイメージでグッと地面にジャンプした感覚でよいしょ グッと力を入れます、ね、トップからジャンプした感じ、ぐっと力を入れます。それで力を入れたときに手が降りたくなります。降りたくなるそこで手を上に下ろさないようにトップの位置に残したままジャンプ。で、これを3回します。ジャンプ、ジャンプ。で、この感じ、ジャンプしようとする感じでぐっと踏み込んで、そのまま振る。これを練習します。とにかく目いっぱいひねる。 ひねった状態でジャンプ1,2,3でジャンプする感じでも手はここ上を置いたまま上を置いたまま上を置いたままでするこれは何回かやってみます息切れますねこれくらい手が残した状態でしっかり下半身が踏み込むという動作ができるとここからヘッドが走る動きができてきます切り返す感じが分かってきます じゃあ今度もう1個のやり方、はい、トップまで行きます、ね、トップまで行く、ね、トップまで行くで体は目いっぱいひねったままこの状態で左膝をアドレスの位置にちょっと戻しますもしくは左の腰をアドレスの位置の方向にちょっと戻すでその時も手は上に残したもんね残したそうすると手が残ってて腰が少し回るこの状態を作ってから振る <laughs> 上に残しておいて少し腰が回るでも手は後ろに我慢したに残しておくで振るでポイントはとにかく手を上に残すってことと上半身が右に向いている状態を作るということです右に向いている状態でが重要、ね、で膝をだけちょっと戻す膝を戻した時に胸がしっかり右に残っていると体がさらにねじれた感じになりますからそこから。 ビュンと振るこの方が力をなんか入れやすくてヘッドスピードが走りやすいといこのイメージをしてください。これも一つ重要なコツになってきます。はいじゃあ最後最後ですねこれはちょっと難易度高めなのでほんとこれが合う人は少ないかもしれないですけれどもちょっと試しにやってみましょうとちょっと試しにやってみましょう。えっと はまる人もいるかもしれないでね。はい。まずトップまで目いっぱいねじります。はい、ねじる。ね、ねじる。ね、ねじりました。そしたら、ここで、ちょっと手に力を入れていいので、ぎゅっと、握ります。握る。これは、一つ間違うと全然打てなくなるので、えー、合わないなと思ったらすぐやめてください。ね、すぐやめてください。でも、 実際には振りに行く時、ね、とき、手は下ろさないですよ下ろさないでさっきたい下半身が回すもしくは踏み込む動作をしたときに手を上に残す、上に残す、でそのときにちょっとだけ手を握ります、特に小指側、この辺りですね、ここの手のひらのこの指,指先じゃなくて、このここに指紋みたいなのあるじゃないですか、ここをキュッと握る感じにします。 こういう感じ。親指とかは全然握らない。ここだけを握る。この線のとこ、このラインのとこ、キュッと握る。この握りで、実はスピードが上がってくるので、ここを少し握る。でも手は、えーまあ、実際にはちょっと降りるんですけど、まあ、残してる感じ。残してる感じで手に少しギュッと力を入れて、そのままの手の腕の力、 ねでグリップしっかり力を入れてその力でスピードを上げていく感覚ですはいちょっと練習してみましょうであんまだんだん分かってきたらす勝手に手に力が入る感じになってくるのででも手にここで力が入っていいんだよということですねでこ力が入った時にヘッドが走る人は ヘッドがビュンって言ってくれる人触れるという感覚力がなんか伝わってるなっていう感覚がする人は丸ですね。オッケーです。はい。で、まあ今やった中で、これすごくやっぱ難しいのは感覚なんですよね。なんかただ手を残せばいいだけじゃないというね。すごい感覚的な世界なんだけど、とにかくヘッドがビュンといけるっていう感覚が出たら正解ですので、そこを目指していくということですね。 で当然これ力が入るようになったからっていきなり球がまっすぐ行くわけじゃないのででも気持ちよく振れるでなんか勢いよく飛んでいくっていう感覚が出たら正解になりますのでそれを目指してこのね切り返しの瞬間の力の入れ具合というところをつかんでください。で今言った説明をねとりあえずやってみてでその中でアレンジしてあ自分はこの感覚にするとめっちゃ なんか力いい具合に入ってヘッドが走るなっていうところをぜひ見つけてくださいそうすると本当にゴルフが大きく変わってきますゴルフがもっともっと気持ちよく楽しくなってきますのでこの感覚を身につけてほしいということですねちょっと難しい話を最後の方はしておりますのでまあ最初のねステップ1まででも十分効果はありますのでその辺でやめてもいいですしもっとちょっとチャレンジしたいなということであればぜひね このステップ3までチャレンジしてこのヘッドがビュンビュン走るという感覚力がちゃんと使えるという感覚を、えー、一緒に掴んでいってもらいたいなと思います。一緒に頑張りましょう、まあ、こんな感じで, you で YouTube はですね技術編ですね、まあ、できなくて困っていること何となくあやふやに言われていることをもっともっと分かりやすく解説していくとなので理論じゃなくてですねできるようにしていくというのがこのチャンネルです。 でであとメールマガジンというのをやっております。これはこちらの,の QR コードを押してもらえばいいんです。写真スマホで撮ったり、カメラ向けてもらうとできますので、えそちらではですね、何、えー、だっけ、えー、何やろうと思ったんだっけ。あそちらではのスコアの出し方ですね。スコア出すためにはここがポイントなんだよって要所があります。まあ、最近データサイエンス、データが、ね、取り上げられてますけど、スコア出すためのポイントがあります。ここは上手くなればスコア出るよっていうポイントがあるので、そこを解説し,てしたり、 まあ僕の日常のくだらない話をしたりしているのがメールマガジンです。まあ、そちらではですね、まあ、レッスン会の募集をしたりとかですね、まあ、合宿の予定,を予定を発表したりとかですね、まあ、そんなことをやっております。で今度からね今新しくプロジェクトを進めようとしているのはですね、まあ、全国のゴルファーの皆さんが、まあ、特にこのブ「ンブンゴルフ」を見ている人ですねがつながって、まあ、一緒にですねゴルフ談義をしたりですね、えー えーまあ、クラブについて話をしたりとかですね、えー、みんなでコンペをしたりとかですね、まあ、そういう交流ができるというところをです、ね、僕はチャレンジしたいなと。 思って今動いておりますえそちらはですねメールマガジンを読んでる人だけがとりあえず参加できるような状態にしますのでまあ、興味あればメールマガジンに登録してちょっと僕のねくだらないお話もいっぱいありますけれどもえそちらを聞いて読んでもらってえたまにそういう募集がありますので楽しみにしていただければと思いますはいこのインドアの練習場もねなんかちょっと人がいないので落ち着いてできてまあいいなと いうふうに感じております高円寺駅前ゴルフスタジオさんでお借りしております今日これからねレッスンを東京レッスン会ということでま僕は都会が苦手なのでちょっとドキドキしておりますけれどもまあこんな感じで東京でやったりもしておりますという感じですはいそれでは一緒に90ギリを達成しましょう今日は難しい話になりましたが えー、分かったらすごい良くなる超重要な場所なのでぜひ、えー、ちょっと本気で上手くなりたいっていう人はチャレンジしてみてください。それではブブンブーン